トランス型と、シス型ポリアセチレン。ポリアセチレンとは、アセチレンからなる強薬蛍光分子である。強薬ポリエン系を持ち、要素などの電子受容体をドープすると、大きな電気伝導性を示すことが知られている。白川秀樹が導電性ポリアセチレンを発見し、2000年、ノーベル化学賞を受賞した。ポリアセチレンは、 炭素と水素の核一原子を基本構成単位とする最も単純な一次元共役傾向分子であり、ポリエン構造を持つため N と表記される。ポリエン化合物は古くから量子化学や有機化学の分野で理論的に電気的性質に関わる予測がなされていたが、 その当時に合成されたポリエン化合物はその、強薬数が数十と非常に短く、通常の飽和炭化水素化合物に比べると、電気伝導度は高いが、電気的に特異な性質は現れなかった。1958年、ジュリオナッタラは、非常に、強薬数の長いポリエン化合物として、チグラーナった触媒でアセチレンを重合させ、黒色の不要、不当な粉末として、 ポリアセチレンの合成に成功した。その後、旗ノラの研究によりこのポリアセチレンは、長い強約二重結合を導電経路とした、電気伝導が行われる典型的な有機半導体の一つであることが明らかにされた。しかし不要、不透るの粉末であったため、高分子の基本的な性質である分子量を測定することができず、また期待された。 得意な電気的、工学的な性質も十分に測定できなかった。1967年、東京工業大学の池田研究室に在籍していた韓国原子力研究所からの留学生、中岡が触媒の濃度を M の文字に気づかず1000倍にするという失敗が元となり、 白川秀樹らが従来より、濃厚なチグラーナッタ植媒の海面にいて、アセチレン重合を行うことで、薄膜状のポリアセチレンを得ることに成功した。1977年に、白川らはポリアセチレンに要素などの電子需要体や、アルカリ金属などの電子供与体をドーピングすることで、102S センチメートルと金属に匹敵する電気伝導度を示すことを見出した。 ポリアセチレンは空気中では水分などと反応して徐々に導電性を失うため現在ではこの弱点を改良したポリアセンポリピロールなどの導電性鉱分子が実用化され携帯電話の電池などに使われている白川秀樹科学に魅せられて岩波新書ありがとうございます